はい、今回は、精霊の神殿っていうところに来ました。精霊の神殿をクリアするまでには、ガイデン3をちょっと一回クリアしないといけないんで、そのガイデン3を一応クリアしたんで、はい、精霊の神殿っていうところに来てみました。場所は、光の神殿、闇の神殿、火の神殿、水の神殿、風の神殿と3つ、あ、よ、うーんと、なんだ?いくつだ?土、6箇所、6箇所行く道があります。で、今回、このバフとかいろいろもらいまして、幸運のバフっていうのをつけると、経験値が 15% 増えて、で、この、経験の心臓っていうのをちょっともらいましたんで、これ、経験値4倍になるんですよね。で、これさらに4倍かけて、で、バフの脳液ってやつを、は、今使用中か。で、さらに、どうだ?あ、活力つけて、で、どこだ?あ、この機関車の修練の結晶ってやつは 1.5 倍になるんで、この 1.5 倍のバフもかけて、で、さらに、どこだ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 、探してる、探してる、ないぞ、ないぞ、どこだ、どこにあるんだ、これ探すの大変なんだけどさ、バフスクロールはどこにあるんだ?あったあった。バフスクロールをかけると、昔のティチと同じようなバフが入ります。で、この状態で、回ってみますね。経験値がね、めちゃめちゃ美味しいんですよね。ここ倒すと、今、経験値見ていただくとわかるんですけど、平均値160件も入るんですよね。やばくないですか。神殿。ここが、雷の神殿っていう場所ですね。ここが雷の神殿です。超経験値うまいんだけど、今そうですね270ですけど、モリモリと上がっていくっていう。まあとりあえず紹介なんで、まあ甘かりしててもしゃあないんであれですけど、ここが雷の神殿です。で、次が光の神殿ですね。どこだ?これちょっと出した方がいいか。うん、ここは光の神殿になります。超ね、ここ経験値惜しいですよね。父はもうね、硬いんかな。多分、なんで多分、結構美味しいのかもしれないですけど、超すごいスピードでね、経験値が入ってくんで、うまいんですよね。レベル、どうだろう ?290 とかいけるんじゃないこれで。神殿めっちゃうま。
応覚醒3時まで行きたいんで、でもスクロールは買っちゃおうかなって思ってますね。あの神殿スクロールっていうのを買うとガイデンがクリアになるっぽいんで、まあそれで覚醒3時まで吹っ飛ばしちゃってもいいのかなって思ってます。ここがあの光の神殿っていうところですね。神殿にはこの属性どう違うんだろう、なんかうまいのかな場所によって。次がこの闇かな、闇の神殿っていうところかな。経験値おいしいわ。こんな経験値美味しいと思わんかったな。塩缶ヘイムですらめちゃめちゃ美味しいと思ったのに。どこの場所が一番美味しい場所なのかちょっとわからないんですけど、正直言ってどこも美味しいっすね。皆さんが次の自分行ってみたいなっていうところはアビスっていうところをちょっと行ってみたいなって思ってますけど、だからレベルとかね、装備とか結構必要になってくるのかなって思ってるんで、ちょっとなかなか今行けるタイミングではないんですけど、超美味しいんだけど , 笑っちゃうぐらいうまい。闇の神殿になりますね。うますぎる。笑っちゃうんだけど。出るアイテムが変わってくるんかな？どうなんだろうね。ちょっと分からんすけど。次が、水の神殿？あ、火の神殿がこれ。火の神殿だな。火の神殿です。はい。ここも美味しいんだよね。すごい、いっぱいある。ステータスは何を振ればいいのかちょっと正直わからないんであれですけど、ステータスってどういう風に割り振ればいいのかな。やっぱ MR ずっと曲振りしてった方がいいのかどうかちょっとわからないんですけど、皆さんだったらティッシュの場合何を振ります？もしなんかアドバイスがあればちょっと欲しいなーっていう時があるんですけど、めちゃくちゃうまいんやけど
そして武器の耐久量、耐久度もかなりガンガン減ってく。まあここが火の神殿になりますね。はい、ということで次行きます。次がね、水の神殿か。次は水の神殿になります。なんか今回はすごいうるさくねえな、あんまり。水の神殿は何だろう、あれなんかな、どう、やっぱ狩る場所とか変わってくるんかな、そのキャラクターによって。ちょっとそれもちょっとわからないんですけど。経験値的にはだからどこも同じと思うんで、特別ここが美味しいっていうところではないのかな。すごい経験値うまい。あ、でも体感的には火の神殿の方がもう数多いのかな。いや変わらんのかなどうなんだろう、どうなんでしょう、ちょっとわからないですね。みんなはどこを狩りに行ってんだろうな、すごく気になりますね。で次がこの風の神殿っていうところかな。行ってみます。風の神殿、あ、ここもいっぱいなんかおるんだけど、うお、いっぱいおる。なんかいっぱい敵おる。いやね、ここまで敵がおると気持ちがいいんだけど。皆さんどうです、あの新規組とか、昔やってた人にとっては今こういうステルスの環境ってどう思うのかな。もう別ゲーって言われちゃえばもうそれまでになってますけど、俺自分これ結構ね、個人的にこれはこれで楽しいんだよね。ここまでぶっ飛んでくれるとね、逆にね、あの、すがすがしくやれる。お、レベル上がった。で次が、どこだ、ここは、ここか、ここは土の神殿かな、精霊ですね。ここは最後ですね。なんかボリスとかが使ってきそうなエリアなんだけど、ほんと経験値美味しいなぁ。びっくりするぐらい経験値が美味しい。HP、経験値 160K ってすげえよ。すごいすごい。俺考えられないもん。土だから火がダメージ受けやすいとかってそんな感覚ないよね。
そんなわけでもないかな。なんか、うおー、いっぱいある。超いっぱいいる。なんかね、無言になっちゃう、ここまで。なんか結構楽しいもんね、無言になっちゃうんだけど。修理しないといけないな。まあ、モアイみたいなやつがおるんやけど、モアイ、モアイ、モアイは動かんのか。経験値めちゃめちゃ美味しいんすよね。だっていつの間にかレベル上がってるからね。ということで、なんか長々と20分ぐらいに話しちゃってるんで、借りちゃってるんであれですけど、こんなような感じですね、精霊ダンジョンは。なんで、やっぱここまでレベル上げると、上げたいなら、やっぱり、ここまで経験値を、効率がいい場所に行くのが一番いいのかなって思いますね。ということで、そうですね、ここまでになります。なんで、ありがとうございました。またよろしくお願いします。あと、コメント等いっぱいいただいて、本当にありがとうございます。まあ、できるだけコメントをね、返していけるようにはしていくつもりなんで、その時はよろしくお願いします。ありがとうございました。